どうも、ビデオゲーマーです。プレストン編続きやっていきましょう。今回はレアル戦やっていきます。もう早速ね、試合の方やっていきたいと思います。で、まあ、FIFA22 のね、情報が、出ましたけども、キャリアモードでオリジナルクラブが作れると、やっと来たなって感じですね、そういうのがね。エンブレム、ユニフォーム、スタジアム、全部作れるみたいで、まあどこまで作れるかねまだわからないのであれなんですけども、早速ねイングランドの超マイナークラブみたいなの調べてますけど今結構っていうかかなり楽しみにしてます。ただまあどこで作れるかですね。キャリアモードのスタートのところで作れるのか、それともカスタマイズのところで作れるのか、それによってねキャリアの仕方が変わってくるかなと思うので、まあ、キャリアモードのスタートで作れるのであれば、まあ、1からね。でもどうなんだろうね。そうなった場合、チームの編成とかどうなるんだろうかなと思うけど。それによって、だいぶほんと、キャリアの、ね、やり方変わってくるかなと思うんですけども。まあちょっとね、どんな感じなのかすごく気になるとこですね。まあ、試合の方ね、やっていきましょう。で、スタメンは、そうですね、ちょっといじりますかね。セルヒオ・ラモスがやっぱ疲れてるのがちょっと気になるので、スタメン変えますかね。ヒューズトップしたっていうのもちょっと怖いな。こうしようかな。デンベレ疲れてるけど、デンベレを入れるべきかもしれないね。ちょっとね、レアルのホームなんでね、さすがにね、下手なことして負けるわけにはいかないので、グループステージ突破かかってるんでね、まあ、このメンバーでやっていきますかね。はい。では、試合の方ね、やっていきたいと思います。I'm Derek Ray, joined here on the commentary position as always by Lee Dixon. And we've got Champions League group stage action to look forward to this evening. It's Real Madrid and they take on Preston North End. Yeah, it's important you're consistent throughout these group stages. You can't afford any slip-ups, no drop points. As before, you know it, you're out the running. Anticipating a really good game today, Derek. Hopefully we're not disappointed. なんかやる気が… <笑>なんかやる気が笑)新作での情報出たらもうちょっとねやっぱねやる気がねあんまりね起きなくなっちゃうよね。なかなかことないけど、熱量がねちょっと何してんの今のジャンプした人や今のカズミーロロドリゴ。Well, they've given him too much space. It did appear that they might be onto something, but not so. Wilson. いいんじゃないですか? Can he put them in front? よし、OK! 出てないね。OK、OK、OK。あまりにも綺麗に決まりすぎて、出たんちゃうかなと思っちゃった。カウンター綺麗に決まったんよな。よしよし、なんか仕事したな。入団してからそこまで決定的な仕事してないから、まあ、これ乗ってくれたらねいいんですけど、でもギリギリでしたね。あれ止められてもおかしくないような、やっぱ身長でかいからね、簡単にねゴール決めれるとは思ってないから。そういえばユーロはイタリアが優勝しましたけども、まああれかなっていうね、予想通りじゃな通りやけど、まあイングランド良かったですね。試合が重ねるごとにね良かったなと思いますね。
ああ、嘘、取れたと思った今。カゼミーロ。レアル find themselves in a position of menace。相変わらずボール持ちすぎやと思うねんな。いやー、いや嘘、ちょっと待ってくれ、なんで勝手に切り替わる。主導とはどこ行った。え、もしかしてこれまたなんか勝手になってるか。お、ぶんねやっぱ。え、嘘、危ない、危な、あの隙間、あのシュート打ってくれてどうなん。いくらゲームとええさ。あー、デンベレになっちゃうのか。ウルソンが止まっちゃったからな、ね、しょうがないんかな。あ、惜しい惜しい、もったいない、今のはもったいなかったね。もう行ってほしいな。マジユベントスの試合やった時、これはもう突破無理かなと思ったけど、なんだかんだレアルがつまずいてくれてるから。助かってるけど、まあレアルがヤングボーイズに負けたのが痛かったな、これな。ヤングボーイズはね、まあ動画になってないですけど、まあ次回動画になりますけど、やりづらかったですね。これはまあ負けてもおかしくないわなと思いますけど、やって、ヤングボーイズが一番やりづらかったですね。なんでこのチームこんな強いんだろうと思いながら。あー、惜しい、もったいね、今の。もう一つ持っていってもよかったな。危なかったよ。Effective looking pass. Now he must favor the cross. Barkley, Ferro, and players waiting at the far post, foiling them effectively. McGinn, terrific block there.センターバックいつまでおんの、前に帰ってきなさいよ。ダラ・オシェイ、マギン、They do pass the ball with authority. それは取られるな、多分な。あー、やべ、取られた。いやー、悩んだ、やられるな、出すとこまずいな。え、グルイッチがキャプテンマーク巻いてる、大丈夫かな。グルイッチのキャプテンとか大丈夫かな。あ、やばい、危ない、助かった、パスミスった今。
パスというかクリアか。ああ、前半終わったね。危なかったですね最後ね。はい、後半やっていきまーす。てかあれですね、22でオリジナルクラブ作れるから、皆さんもね、作りたいクラブあるんじゃないですか。僕はね、シェフィールド FC っていうね、一番古いチームがあってイングランドに、そのチーム作りたいなと思って。ただエンブレムとかも作れるって言うんやけど、マジでどんな感じなのかめっちゃ気になるのよね。なんかテンプレートあって、それ作るんかなとか思ったりしてるんやけど。あー、バークリーが止まっちゃった。やば、切り替わってくれん。遅い切り替わりが。マジか。あ、マジか。やば。あ、どうなった今。よう分からんけど、どうなったら。ちょっとさすがにキープしすぎちゃう。あっぷんな。さすがにキープすごいよな。多分ハイパーモーション入ったからもっとキープすごいだろうな。22、それがきついな。惜しかったですね、選手交代だね。うわー、え、3人が出る、来る、やばリアルマジであれやん、生き残りが。これ負けたらグループ敗退やから望みなくなっちゃうからね。Azpilicueta. Real Madrid certainly enjoying the lion's share of possession here, but they have to create more. They have to be more positive. The final third play has been slow, too predictable. Eden Hazard waiting to pounce. Well, goal. よし、オッケー、こっちも俺。助かった。ラモス・デイルに助けられてるな。あー、これちょっと、バークレイ、デンベレイ、よし、オッケーオッケー、コーナーコーナー、これちょっとずつ時間使ってね。よし、オッケー、この追加点はでかい。無理して出してよかった。いつもだったら出さないけど。OK、OK。
Gol del equipo visitante. Para que no se diga, con el 14 Dembélé. Mount. And a good looking pass. What can Real do from this position? Goretzka. And Valverde. Leon Goretzka. ていうかレアルアンチェロッティ帰ってきましたけど、アンチェロッティまだエバートンで1年目やったんやね。これなんかもう 2年ぐらいやってるイメージあった。めっちゃなんかめっちゃ2年目のイメージあった。わ、3年目どうすんだろうって思いながら。ベネティスなったけどさ、絶対あかんよ。もっとリバプールの指揮官を。まあ、エバートンもまあまさかって感じやろうなと思うけど、あれかわいそうやな、マウントよし思ったけどさ。ナイスおしゃれ。いやー、帰るの怖いけど、まあしょうがないな。頭に入れてくる。おお、いいよ、ナイス。取れると思わなかった、今。ちょっと体力ないからあれやけど。In search of space. Woodburn crossed into the penalty area. Well dealt with that ball comfortably. Rodrigo. Under pressure. Doesn't seem to be bothering him. 強すぎるだろ、体。Chance to play it in. It comes to nothing in the end. 怖いですね。どこ入れてくるかな。いいですね。収めれるようになったのが強いですね。体力ないですけど。いや、いいんじゃないですか。もうなるんじゃないですか。なりましたよ。OK、勝ったよ。OK、レアル敗退したね。It's a happy night for the visitors. They'll return home with maximum points. Yeah, it was a good performance. これヤングボーイズ負けてたらもう2位確定じゃないですかね。Test for both sets of players, but one side has come out on top, but only just. And as we run the rule of this man's work, positive after positively. Well, he played well, scored a goal. What a good performance. はい。勝つことができまして、まあデンベレのゴールが良かったですね。うん、いいタイミングでやっぱりあの時間帯で、まあ選手交代してマークがねずれたのもあったけど、追加点奪えたのは大きかったですね。でヤングボーイズとピエモンテはまだでしたので、もうなんか結果分かったかな、見れるかな。ヤングボーイズ負けてますね。ってことは、もう突破がほぼほぼ決まりですかね。あと2試合か。あるから。まぁ、ちょっとわかんないのか。でも、レアルはもうほぼほぼ敗退確定。いや、5、6やもんね。だから、ほぼほぼ、もうあと2連勝しても勝ち点6なので、敗退ですね、レアルはね。うん。いや、まだヤングボーイズが可能性があるんですね。なるほどね。ヤングボーイズ。気をつけないと、やばいですね。はい。では、今回はこれぐらいで。これね、ちょっとね、調べてるとこなんですけども。ああ、いいね。契約しよう。うん。これ言われてるんで調べてるんですけどね、今ね。おお、いいじゃん。
おお、いいやん。いいよ。はい。はい、OK です。はい。では今回はこれぐらいで終わりたいと思います。次回はヤングボーイズやっていきますので、結構先ですかね。はい。まあ、22、楽しみですね。うん。いやー、オリジナルクラブでやりたいけど、ほんと、こういう縛りが、最初からできたらいいんですけど、なんかできなさそうなんで、どうしていこうかなと思ってますけども。まあ、とりあえずやってみたいので、オリジナルクラブでは、キャリアやるかなと思います。まあ、でもね、どこまでできるかですね。はい。まあ、楽しみにしながら、それまで21のね、このキャリアやっていきたいと思いますので。では今回はこれぐらいで終わりますので、ご視聴ありがとうございました。ではまた次回です。じゃあね。バイバイ。